どうもベラです。今回は海賊無双4ワンピースのですねオンラインでやっていきたいと思います。それではマッチングしました。雷さんよろしくお願いします。海賊名ポケモンで言ったらレベル上げですねやっていこうと思うんですけど、暴れていきたいと思います。でカイドウを使ってなんかモンスターハンターライズ、あれずっと無視してたんですけど、やっぱ動画見たら面白そうだなと思って、あれもともとやってたんですよね。オタクの子がおって、AKB48 とかめちゃくちゃ好きな子で、その子の影響で全員のメンバーの名前とか言えるようになってしまったんですけど、歌とかですね、歌とか、いろいろ知ったりとかしたんですけど、モンスターハンターこう PSP でやってて、 PSP で友達とかね集まってやって、まあうまかったんですよね。うまくてやっぱオタクすごいなと思って、オタクっていうのはまあその、まあ、専門分野で、ね、ある分野においてものすごく詳しいみたいな感じなんで、あれもしかしたらやるライズね、モンスターハンターのモンハンやるかもしれないんで、もしやるとしたらまた皆さんオンラインとかやりましょうって感じで、さあそんな感じでこっちもモンスター使ってるんですけど、竜のフォルムチェンジしまして、これ強いんですよね。この雷とかカイドウとかカタクリとか強いなって使ってて思って、まあそんな感じで最初の辺結構ルフィ使ってたんですけどね、なんかカイドウとかカタクリ効率がいい感じがして、さあそんな感じで、まあ対戦系は面白いですね。そんな感じで遊戯王とかも進めていってて、基本ゲームは何でも完走ですね、クリアしたいんで、そんな感じでしっかりとボロブレスをしていく。OKOKOK、しっかりと雑魚敵と強敵を倒す。カタクリいますね、カタクリ。いやーケーキが食べたい。あーお菓子のビッグバム編とか見たら、あんなお菓子の家とか憧れますね。ドラえもんとかでも出てきたんですけど、あんなお菓子最高ですね。ケーキとかあんなメロンとかあんな基本的にもらった時しか食べないんで、さあそんな感じで、スイカかメロンかで言ったらメロン派、リンゴか梨かで言ったら梨派、水分が豊富な方がいいですね。さあそんな感じで、これクリアタイムとか撃破数とかあるんで、できるだけ多くの敵を倒して早く行くと、早く倒してクリアタイム早かったら SS で終了するんで、でオンラインでマッチングしたら共闘ボーナスもらえるんで、やっぱ一人でやるより誰かとやった方がいいですね。そんな感じで、これは昔は通信ケーブルとか持ってた人が羨ましかったわけですよ。それが今となっては誰でも引きこもった状態で世界中の人とプレイができるっていうね、マリオカートとかでもそうですけど、すごい時代になったなと思いますが、さあバーストメーター右上のあれが溜まったら竜になってって感じですね。本気バーストになってしっかりと撒き散らかしていく。そんな感じで、まあ寒くなりましたね。寒いのも暑いのも嫌なんですけど、ちょうどいい温度が一番いいんですけど、寒なったなと思って、そんな感じ、手洗う時もめっちゃ冷たくて、手とかもあんま濡れたくないんですけど、めっちゃ冷たくてね、青生地に凍らされるかのような感じですね。さあそんな感じで、片栗もめっちゃ使ってみたいですね。餅とか繰り出せるんで、固めてボッコボコにできるみたいな感じなんで、さあそんな感じで結構周り蹴散らしていくが、この狭いとか入りづらいんですよね、カイドウ大きいんで。がしっかりと入り込んでって、でしっかりと縛っていく、倒していく。さあカイドウのこのビッグボディで暴れていくのは結構狭いんですけど、まあやっていきましょう。藤虎ですね、なんかワンピースアニメ見とって
七部会が撤廃みたいななんかなってましたよね。四皇とか七部会とかなんか政府とかねなんかありますけど、海軍かあのね、そんな感じでハンコックめちゃくちゃ綺麗で、あんな色白のあんなスタイルがいい、最高ですね。さあそんな感じで、で海兵隊長をしっかりとやっていって、基本もめちゃたまった竜で、竜が使いやすいですね。しっかりと暴れていって四皇とか、ワンピース誰が一番強いのか気になりますね。黒ひげかなとか思ったりもするんですけど、白ひげの能力持ってて闇のエネルギーで能力も交換みたいな感じでね、わからないですけど、さあそんな感じで、人の夢は終わらねえみたいなね、なんかいいこと言ってますしね。たまにああいう名言とかあんないいですね、自己啓発的な感じの。さあジャブラとかガープとか、前世紀のガープとかもね強かったとか言われてますけど、げんこつしたらやばいですからね。さあしっかりと巻き込んでボロブレスする、大名八景っていう技ですね。カイドウあるんですけど、それやったらもう大体の敵終わると思うんですけど、ギアフォースのルフィをワンパンでしたからね。ただ竜桜がなんかいう技、触れずにできるパンチ、あれでカイドウにみたいなね、なんかなってたりとか、ゾロも刀変わったりとかしてますけど、楽しみですね。そんな感じで結構いったかな。マップの色が変わりまして、これで占領したとこと占領してないとこ分かりますが、さあ千人撃破、右下に KO の数があるが、これレスとかボクシングとかあんなも見てんの面白いですね。さあ今回は赤犬がボスか、さっきちょっと出てきましたね、左上にメーターが出てきて、ボスは体力のメーターが多いんで、これか、赤犬か、OKOKOK、エースをやってしまった赤犬と、赤犬、プレステ4とかのワンピースバーニングブラッドとかですね、めっちゃ強くて倒せる気しなかったですからね。バーニングブラッドだと能力者に 変身できるんで、赤犬だったらマグマ、スモーカーだったら煙とかなって、その間通常攻撃食らわないんですよね。当然メーターがあるんで削ってって当たるようになってとかするんですけど、行きましたね。OK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 、とりあえずいろんな攻撃しとったら終わりますが、これもね全部レベル上げしておきたいですね。ポケモンとかああいうのもね全部集めるような感じで、そう、そんな感じで、では勝ちました、行きましたということで、ではクリアタイム撃破数とか見ていきましょうか。大体このぐらいであれですね、 S ランクですね。100点って感じで、そしてこの仲間レベルとか上げておきたいんですよね。そう、こういうのも全部完走して、またこういうねいろんな動画とか上げていきたいと思いますが、さあそんな感じで、そんな感じですね。コインとかね結構集めづらかったりとかあるんで、それではありがとうございました。